私は不死身です。早くマージと一緒に館に戻ってください。これ式では殺せないか。ご主人様、お逃げください。大丈夫です。逃げて、逃げてください。だが、これは呪文処理が施してある鉄槍だ。お前を通して。本体を破壊する。お逃げください。私はもうご主人様を守れない。人形風情が小賢しい真似をしたものだ。天璋院の血を引く者、精霊の主お前とお前たちが目障りなのだよ。我にはいらぬか。やはりお前もここにいたか、この裏切り者め。ご主人様、屋敷に戻りましょう。大地の精霊相手にここで戦うのはあまりに不利です。逃がすと思うか、この裏切り者め。ご主人様、しっかりしてください。
このまま私たちまでやられてしまったら、上にいるコノハとファムも死ぬことになるんですよ。屋敷の中で迎え撃ちます。敵は私たちを追ってきている。ここでなら大丈夫ですよ、ご主人様。おそらく結界を張ることで力を使い果たし、気を失っているのでしょう。はい、上の二人も助かりません。私たちは絶対負けられない。このペンダントはお返ししますね。お母様がご主人様を守ってくださいますように。こうして首からかけておけば、きっとご主人様を守ってくれますよ。お似合いですよ。来ました。名もなき精霊よ、お前が我に勝てると思うてか。私はもう名もなき精霊ではない。我が名はマージ・フォイ・エルバッファ。聞け、ミラルカ、私がお前を倒す。ほう、強くなったものだな。おとなしく標準の意を示せば、お前だけは助けてやろうと思っていたのにな。誰が自分の命惜しさに家族を裏切る者か。家族？精霊にそのようなもの必要ない。
なたには分かるまい。凍てついた心のあなたには。だが、この人と出会ってからの10年。それは、たとえ眠りの中で待っているだけの10年であろうと、私は幸せだったのだ。たとえお前の剣として千の千倍の年月を生きたとしても決して味わうことのできぬぬくもり、私の姉妹を家族を殺し、私の大事な心から愛おしいと思えるこの人に害をなさんとするお前は許せない。勝負だ、ミラルカ。古の精霊よ。お前も天璋院の血にたぶらかされた精霊の一柱というわけか。よかろう、愚かな狼め。いまいましい天璋院の血とともに死ぬがいい。この人は殺させない。命に代えても。かつてご主人様を襲ったこの姿、もう二度となるまいと心に誓っていましたが、今禁を破ります。お許しください。大丈夫です、アザナ様。私は負けません。言われずとも今姿を見せるさ。狼の鼻はごまかせんからな。他の古の精霊は様々な化身を持ちます。漆黒の狼はその一つでしかありません。私に合わせてきたのでしょう。来るがよ、名もなき精霊。いや、マージ・ホイエルバッハ、この裏切り者め。私に勝てると思うなよ、狼風情が。
けているだけで効果がある。もし悪霊から攻撃を受けたら自動的に相手を封じることのできる優れものですよ。やるものだ。まさかこの姿で敗れるとはな。この場が大事と隔てられているとはいえ、いや、大したものだ。その力に敬意を表して。その力に敬意を表して我本来の力で殺してやろう。マージ・フォイエルバッハ。ご主人様、大好きなご主人様。あの姿
しているうちに倒す。それが唯一の勝機だったのですけど、殺しきれませんでした。どうした？来ないのか？ならば私が時間を稼ぎます。ご主人様、逃げてください。この地から。こちらから行くぞ。主人様、さよならです。もう一度一緒に夕日見たかったですよ。どうした？もう終わりか、マージ。まだだ。刺し違えてでも貴様を倒す。ほう、できるかな。やってみせる。ついてこい、ミラルカ。時間稼ぎか、よかろう。長の年月、我が剣として働いてくれた霊に付き合ってやろうさ。死んだぞ。そうだ、我が殺した。これでお前を守る者は全て死んだ。せっかくの時間稼ぎだったのにな。愚かな主を持った召使いは惨めなものだな。ほう、では何だというのだ。
よかろう。天璋院の血を引く者よ。守る者はいない。震えてもいなければ怯えてもいない。これも秩序というもの。我が物になるか、あるいは死。選ばせてやろう。しぶといものだな。龍一郎にそっくりな天璋院の血を引く者の目。
もう一度だけ聞いてやろう。我に従え、天璋院の血筋の者よ。痛みのあまり話すこともできぬか。お前の祖父もそう言って我を拒んだ。その結果どうだ。精霊どもにうつつを抜かし、挙句の果てに我の知らぬところで死におった。天璋院の血は精霊を狂わす。恋焦がれ我が物にならぬなら壊してしまいたくなるほど。永劫の生の中でただ一度我が物としたかった人間、天璋院龍一郎。全てを持つ我がただ一つ持っていないもの、温かな思い。それを我以外の精霊には惜しみなく分け与えるくせに、我のみを拒んだかの者の血筋、我が物とするか絶やすか、どちらかをせねば。我が永遠の生の中で黒いシミのように残ったこの屈辱の記憶、永遠に消えぬ。我が物にならぬというならよかろう。今度こそ死ぬがいい。死んで我が憂いを絶ってくれるがよい。大丈夫、アザナちゃん。あなたには力がある。誰にも負けない力が。
あなたは選んだ。人と精霊が共にある世界よ。精霊は不死。人が心から信じる限り、彼女たちは必ず蘇るのよ。その存在力が消えるまで、たとえ肉体が滅びようと、精霊は死ぬことはない。人の思う心が精霊に形を与える。心を与える。あなたの思いよ。召喚だと？祝福をつなぎ、あざなう者よ。天璋院の血のなせる技か。友よ、貸そう我が力を。友よ、我が力、好きに使うがいい。友よ、取り戻すがいい。かけがえのないものを。
このようなザレ言、殺す我が最大の力をもって、その思いの力もろとも貴様を消滅させてくれる。